はい、こんにちは、速稼塾の久保です。やっぱりね、動画をアップロードした時にちょっと考えてるのが、いかにコメントさせるかっていうね、そういうふうなエッセンスをこの動画の中に仕込んでおくってこともあるわけですよ。ここ見てください。ひよことか、それからアヒルのぬいぐるみありますよね。それどこで買うんですかというお問い合わせを今まで何件かいただきました。で、いつもひよことかね、アヒルの動画楽しみにしてますっていうのもいただいてるんですよ。それから先日ですけども、この掛け軸ね、反対ですよっていう風に来てますよね。これだからバックがすっきりしていて、例えばね、無色透明だったり、それからカッコつけてそのビルの背景とかを写したりねしてたら、この問い合わせあったんですかね。多分ないと思うんですよ。自分のこのね、家とか部屋の中からちょっと変わったところを仕込んでおく、私のこのスタイルもそうですけども、仕込んでおくってことによって、あれ？なんでだろうっていうふうに思わせることができるんですよね。で、やっぱり掃除で言うとね、普通だと問い合わせは来ないんですよ。ですからちょっとだけ異常を仕込ませておくんですよね。そしてその異常になぜというね、答えをちゃんと用意しておくということが、私のね、動画スタイルなのかなっていうところもあります。で、動画をアップロードする際で、実績とかね、武器がないからなかなか発信しづらいんですよって人、これね、よくわかるんですよ。でもね、そうですね、最近の例でいきましょうか。ガチンコマッチョクラブっていうね、筋トレ動画があるんですけども、この方は動画を始めるとき、私のところにね、速稼塾入って、ご相談いただいたときにね、体重は103キロ、中年、デブ、ホームレスから抜け出したばかり、自分にはどんなことがあるんでしょうかと、そういうような相談でしたね。で、あなたはどんなことに今まで興味を持っていたんですかとかね、どんなことが好きですか、誰が好きですか、憧れの映画とかありますか、俳優いますかっていうのをね、いろいろ聞き取る中で、じゃあ筋トレどうですかとね、今はデブデブでダメだけども、筋トレを取り組むことによってこの先どうなるんだろうっていうストーリーだから、実績をこうやって追い求めるね、目標に向かって歩くちょっとダメダメな男っていうスタイルはどうかなっていうところでね、始めたところ、もうすぐ1年になるんですけども、日々ね、繰り返し動画を作ってくださって、多分トータルでね、何百本、1000本に近いのかどうか分かりませんけども、かなりの量をね、アップしてくれました。で、今でも今日もね、動画のアップは続いてるんですけども、体重93キロ、体格はタフガイになりましたね。そうですね、今は実績があると言ってもいいでしょう。でも動画を始めた初日とか1ヶ月目とか3ヶ月目、半年目、そういう時は何の実績もないと、何の変化もないと、ただ見苦しいと思われてるだけかもしれないと、そんな中で真摯にやり続けたんですよ。でもやっぱりね、1万再生とかその中で出るんですよね。お問い合わせって入るんですよね。コメントって続くんですよ。そして募集したガチンコマッチョクラブ第1期生というものも15名以上の参加が入ったんですよね。これビジネスになっちゃったんですよ、ね、だからね、何もないからできないんではなくて、何もないからやってみる、そしてやった後でですね、一つの結果を求めないといけないです。何もしなければ時間が過ぎるだけで、いいも悪いもないんですよ、だからね、何かを取り組めば多分2つの結果に結びつきます。一つはね、大きな栄光です。もう一つは大きな怪我です、失態ね。でもどっちも財産なんですよ。マイナスになるってことは絶対軸でプラスなんですよ。同じだけ2000万の借金があるってことは2000万の貯金があるのと同じなんですよね。大きな失敗があるってことは大きな財産があるのと一緒なんですよ。この思考っていうのはなかなかたどり着かないと思いますけども、昔はホームレスだったけど今はこうなりましたっていう、このね、振れ幅がその人の歩みであり人生なんですよね。で、いろんな瞬間で人はいろんな人とか物と対峙していきます。これをね、私の言葉でベストな相棒を持つっていうふうなね、そんなキーワードにさせていただいてます。例えばね、私の動画、この YouTube 動画なんですけども、ベストの相棒は誰かというとね、これは吉谷さんに間違いないと思います。毎日吉谷さんから動画を送られてきて、吉谷さんにメッセージを発信すると、これはね、 YouTube を意識するときっていうのはイコール吉谷さんを意識することでありますし、ビジネスを意識するってことは吉谷さんを意識するとイコールなんですよ。与沢さんほかね、ビッグネームもありますけども、はっきり言って忘れる瞬間の方が多いです、こういう方のことは。やっぱりね、ベストの相棒ってのは吉谷さんだと思いますね。それからね、ビジネスの世界でもベストの相棒を持つっていう考え方もできます。
ビジネスをするんだったらこういう人とやりたいなとか、こういう人とやってるぞ、こういう風になりたくてビジネスをやってるんだでもいいでしょ。そしてね、ベストの相棒を持つ恋愛もありますよね。こういう人と一緒に添い遂げたいなと、こういう人に憧れているなと、こういう人と苦い恋愛したな、これもベストの相棒だと思うんですよ。そして吉谷さんにしてみれば、ベストの相棒のナンバーワン、おそらくロマンやドラマというものにカテゴライズされる R34 じゃないですかね。これは私も一致してるんですよ。ドラマ、ロマン、これはですね、ナイト2000、ベストの相棒じゃないですか。こういうふうにね、人間だけではないんですよね、ベストの相棒っていうのは。たった一人でもベストの相棒っていうのは選べるんですよ。この時間を繰り返すことっていうのは、どうなんでしょうね、人生にものすごく大きな膨らみを持たせるんじゃないかなと思います。そしてきっとね、いつか人生を振り返ったとき、人生の最後の灯火が灯るときに、消えようとしているときにね、人生を振り返って、いくつか、ああよかったな、俺はやりきったぞと思い出すことがあると思うんですよ。そこにベストな相棒、今までのね、ベストな相棒が走馬灯のように出てくるんじゃないかなと思いますよね。必ずしもそこを狙ってね、やってるわけではないんですけども、必然的にそうなりますよね。時間っていうのはいつか終わります。そしてどんな相棒からも別れが来るんですよ。ですんでね、そういったものを刻みながら、時間っていうのがただ過ぎないように、経過時間ではなく経験時間にしていきたいなと思うわけですね。で、仕事の取り方として私が考えているのは、これね、林修先生も言ってたんですけども、世の中には必然と偶然があるというふうな分け方をされてました。必然っていうのは何かっていうと、頼まれ事なんですよ。種もえ事っていうのは、それをやると必ず喜ばれるんですよ。必然ですよね。でも自分の好きなことをやる、自発的にすることっていうのは、偶然それに目を留めて波長があった人しか受け入れてくれないんで、これは偶然だって言うんですよね。この必然と偶然がイコールになるっていうのは、まあ人生で理想的なことでありますし、ビジネスや遊びでも理想的なこと、恋愛でも理想的なことだと思うんですけども、これがなかなかないんですよね。はい。で、動画のまとめになりますけども、全てのことは人生にログを残すというね、そういうふうなテーマでくくられるんじゃないかなと思います。どんな活動も、どんな思い出も、誰と出会ったか、誰と別れていったか、どんな失敗をして、どんな成功、どんな栄光にまみれたか、これ全てログなんですよ。ただね、自分の記憶にしかログがない場合は、自分が死んでしまえば、そのログはこの地上から消えます。でも今ね、 YouTube ってものがあったり、 Google ってものがありますよね。インターネット上に自分のログをしつこいぐらい残すことができるんですよね。まさに肉体は死すとも、精神は死せずなんですよ。YouTube に関して言えばですね、肉体が滅びても精神は死なず、じゃなくてその上でですね、入金も終わらずですよ。で、私昔ね、アフィリエーターパーティーっていうのに何回出たんですけども、アフィリエーターパーティーにはものすごい稼ぐ人が集まるんですよ。で、パーティーでわーってやってるんですけども、その間も皆さんの口座にお金が入ってるんだろうなと思いました。極端な話、このアフィリエーターパーティーに参加してる人みんながね、いきなり全員死んでも、お金っていうのはこの人たちの名義の口座に流れ込み続けるんだろうなと思いましたね。そう考えていくとね、吉谷さん、かなりね、面白いですよね。ログを残すっていうのは、そのまんま止まらない資産を築き上げるってことでもあるんですよね。そういうことも込みでね、情報発信をしないとかね、インターネットを利用しないっていうのは非常にもったいないと。その作業で全て紋切り型で終わってしまって、それも悪くはないんですよ。ただずっと楽にはならずに、時間に拘束されて、重いものを背負わされたままね、人生が終わった時にまた何のログも残らない、綺麗さっぱりということになります。それも悪い人生ではないと思いますけども、私はどちらかというとね、自分の精神は残しておきたいな、自分の動画は残しておきたいなと、そしてちょびっとだけね、入金が私が死んだとも続くといいなと思ってますよね。ということで、今回の億万長者合宿以上です。いろいろ詰め込んじゃいましたね。それではいってらっしゃい。